Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回はアライアンスレイドの暗黙のルールとは悩みまとめというテーマでお送りします。今回お話するテーマはこちら。B アラタンクで落ちたらどうする？一生回復しない相方ヒーラー。攻撃を避けない DPS。すべてに相談いただいております。一つ目、B アラタンクで落ちたらどうする？質問読み上げます。トラジオさんこんばんは。いつも動画で勉強させていただいている新米冒険者です。14を始めてから2ヶ月ほど経ちまして、先日、初めてアライアンスレイドに挑戦しました。ほとんどナイト一本でプレイしてきたので、クリタワもナイトで挑戦しているのですが、こういう時どうしたらいいんだろうと思うことがありましたので質問させてください。B アラのタンクになった時、もし自分、過去タンクが落ちたら、他のアライアンスのタンクさんがタギを取ってくれると思うのですが、蘇生後はタギを取り戻した方がいいのでしょうか？それともその戦闘は他アラのタンクさんにお任せして、サブタンクのまま進め、次の戦闘からメインタンクに戻る方がいいでしょうか。調べてみたらどっちの意見もあって悩んでいます。ちなみに8人パーティーでメインタンクが落ちてサブタンクが受け持った場合も同様の対応になるのでしょうか。メインタンクならタゲをすぐに取り戻しましょう。これも俗に言う暗黙のルールなのですが、 ABC と3つあるパーティーでそれぞれアライアンスと呼びますが、 B アライアンスのタンクが全体の MT という風習がありますんで、これを基本とする人が多い分、自分が B アラのタンクで、メインタンクで戦闘中落ちて蘇生をもらったら、回復したのを確認してからすぐに取り戻す方が全体の混乱を避けれます。質問者同様にまだ慣れていない人が複数いることも考えられるので、急なターゲット変更で焦ってしまうっていう人もいるんで、できるだけ早くターゲットを取り戻します。特によくあるのは、ヘイトトップ、メインタンクに対して範囲攻撃をしてきた時、仮に B タンクが落ちて A タンクがヘイトを取った時、慣れているタンクならそのまま北向けて調整しますが、慣れてないかすぐにヘイトを取り戻してくれると考えているタンクであれば、ボスが横向いてようが動かないっていうこともあり、直線範囲攻撃とか飛んできて A アラごと壊滅するとかたまにある話なんで、そういった事故を防ぐためにも基本は B アラのメインタンクがヘイトを維持するように心がけます。ただ1個だけ注意点があります。それは海外ユーザーとマッチングした場合です。全てがそうとは限りませんが、海外ユーザーの風習では A アラのタンクが全体メインタンクという風習があるんで、ここで文化が分かれる可能性があります。なので自分が B アラタンクでメインタンクのつもりでスタートしても、 A のタンクがヘイトを取ってくることもあるので、再度ヘイトを取り返してまた取られるならメインタンクを譲る方が全体の混乱を避けられるでしょう。ただ3体などの雑魚戦の時にどのタゲを取るか混乱する場合があるんで、その際は別のタンクの動きを見るといいでしょう。データセンターごとに海外ユーザー数が異なるので、この事象は起きやすい場合と起きにくい場合があります。まずエレメンタルは海外ユーザーが多め、マナは日本人が最も多いです。ガイアはマナの次に日本人が多いです。メテオ、エレメンタルよりかは少し日本人が多めといった感じで、エレメンタルとメテオでは比較的に起こりやすいと認識しておきましょう。メインタンクがヘイトを取り戻すのは8人でパーティーを組むコンテンツであれば、基本はほぼすぐに取り返すってことを意識しましょう。特に高難易度になってくると、担当するギミックの処理自体がテレコになってしまうため、早急に取り戻す必要があります。いずれも気をつけるべきポイントは HP が回復してから挑発するということです。2つ目、一生回復しない相方ヒーラー。質問読み上げます。トラジオさん、いつも動画楽しく拝見しております。先日モヤモヤしたことが起きたのでご相談させてください。アライアンスレイドにてヨルハの人形たちの軍事基地にいた時のことです。私は B タンク暗黒、フレンドが学者でのチャレンジでした。過去ボイスチャットで通話していました。もう一人のヒーラーは白魔導士レベル93、称号を見ると絶コンテンツをクリアしている方のようでした。コンテンツを進めていくにつれ、私は白魔導士からリジェネをいただけていないことに気がついたのです。まあリジェネはあってもなくてもいいか、学者の回復で間に合ってるし、それに私も城まで遊ぶときリジェネ忘れちゃうこともあるし、そう思っていました。1ボス目が終わったところでフレンドの学者がふと言ったのです。城間が全く回復してくれないと。いやそんなまさかと思ったのですが、私もそういえばアサイラムですら一度も見てないなと気づきました。その後本当に回復していないのかが気になってしまい、パーティーリストの栄翔ゲージを見るようになったのですが、本当に回復魔法を使っていない状態でひたすら殴っていました。ハート・オブ・ミゼリも見かけていないので、ヒーリング・リリーも消化していない。途中パーティーメンバーが2人立て続けにダウンしてしまい、フレンドが1人、野良の赤魔導士さんが1人蘇生してくれましたが、 HP を戻すこともなく、ただひたすら3ボス目を殴り続ける白魔導士。3ボス目が終わったところで学者が辛い、しんどいと泣きそうになっていました。
結果的に私と学者はコンテンツが終わったタイミングでその白魔導士をブラックリストに入れて大変な目にあったねと一段落させましたが、翌日私はふとこれってロール放棄になるのではと思ったのです。コンテンツ中に白魔導士へヒールお願いしますと言えたらよかったのですが、慣れない B タンクで頭がいっぱいで今になってロール放棄で通報してもいいものなのか、そもそもロール放棄に当たるのか分からず、この場合の対処についてもしよろしければご教示いただきたいと思います。まあ、普通にブラックリスト入れるだけでいいと思います。通報してもいいでしょうけど、それくらいであれば、まあ、労力に見合うものがないので、今後のことを考えるならその場で伝えるのがいいと思います。一切回復がなくてしんどいですって伝えて、それで何も言わない動かないのであれば、除名投票して抜けてもらってから別のヒーラーを補充すればいいだけなので、攻略に支障をきたすのであれば除名投票でその場で即解決できるのでおすすめです。でこの件でしんどかったと思いますが、その相方の学者さんのプレイスキルは少なくとも経験としてプラスになったと思うんで、自信を持って今後も遊ばれるといいと思います。そして一応なぜこのような白魔導士が現れたのか、まあ、考察になりますがまとめました。色塗り勢と呼ばれる人、ボットの可能性、中身が他人ということで、多分可能性としては高いのは色塗り勢と呼ばれる人で、これはいわゆる外部ツールで自分の DPS を計算して、それを特定のサイトにアップロードすると、どれくらいの数字が出てるかをランキング化して見ることのできる規約違反のサイトがあるんですけども、そこでランキング上位になると数字の色が変化するんで、その色をつけるためには高い火力を出す必要があるので、そのために一切の回復を諦め、攻撃のみに徹している可能性が考えられます。まあ、絶をクリアしていることで可能性の話ですが、正直アライアンスレイドでこれをやるのは害悪プレイです。次にボットの可能性ということで、自動で攻撃しかしないように仕組まれているボットの可能性があります。そして中身が他人ということですが、これは可能性としてはね低いと思いますが、例えば親の代わりに小さい子供が操作していて攻撃魔法しか知らないっていうことも考えられなくはないです。まあ、どっちに転んでも進行に支障をきたす以上は除名投票する方がお互いのためにもなると思います。3つ目、攻撃を避けない DPS、 質問読み上げます。トラジオさん、いつも動画を楽しく拝見しております。最近の悩みというか、あまりいい気がしないことがあったのでご相談させてください。輝ける神域アグライアに毎週通っているのですが、最近 AOE をわざと避けずに殴り続けるように見える DPS をたびたび見かけるようになりました。最初はあんまり慣れていないのかなと思いながら、ヒーラーの自分は回復を飛ばして、また被弾したので回復を飛ばしての繰り返しが何度もありました。実際当人たちにチャットで直接聞く勇気もなく、フリーカンパニーのベテランさんたちに相談してみたところ、そのタイミングが一番火力が出てて、 AOE 避けて攻撃をやめると火力が下がっちゃうからじゃない、最短時間で終わらせるためにそういうことする人もいるよと言われました。正直私はそこまでヒーラージョブが上手ではないので、ギミックやタイムラインを把握していて慣れている人は避けてほしいというのが正直な気持ちです。ただ本当にわざとなのかたまたまなのかがわからないので何とも言えないです。ヒーラーとしてはモヤモヤしてしまっているのですが、時間短縮として割り切るべきなのでしょうか。おそらくバーストといってシナジーとかも全部重なって攻撃を最大限に叩き込む時だと思うのですけど、殴るために被弾してもいいっていう考え方はまずいと思います。確かにその場で死ななければその範囲の中であればねいいっていう意見もわからなくはないですが、シンプルにヒーラーの負担にもなるし、質問主のようにモヤモヤすることもあるし、なんならトラブルの原因になることも考えられるので、基本はギミックを処理して攻撃するのが正解だと思います。というかギミックを処理しながら火力を出すのがうまいプレイのコツだと思うんで、ろくにギミックも避けなくて攻撃しかできないなら、それ目次殴ってんのと一緒じゃんっていう話なんで、もしそういう人を見かけたら、その程度しか実力ないんだなぁと心の中で思いつつ、よかったら攻撃避けてくれませんか、ニコニコでいいと思います。高難易度とかでもバースト中に無理難題なギミックを飛んできたりするし、そういった場合はねバーストをずらすっていうこともしたりするんで、慣れてる人はそうやって調整したり、バースト中でも近接 DPS であれば何かしらの移動手段や移動しながら攻撃できるスキルがあるんで、文句以外は単純に慣れてないっていう人の可能性もあります。少なくとも後でモヤモヤが残るのであれば、その場で解決できるように話すのがいいので、まずは声かけして相手の話を聞いてから対処するのがいいでしょう。中には言葉が通じないスルーする人もいるんで、例えば攻撃しかしなくてギミック一切避けなくて死にまくって攻略に支障が出るのであれば、除名投票の相談をしてもいいでしょう。ちなみに24人いる中で
2、3発殴れなかった人が2、3人いたとしてもクリア時間が劇的に変わるわけでもないし、被弾して戦闘不能になればそれこそ最大の火力低下につながるので、総合的に考えると時間短縮になるとは言いにくいです。ただ状況としてあり得るのであれば、ボスの HP が残りわずかで AOE 発生したけど殴り続ければ被弾する前に倒しきれるかもっていう時は、そのまま殴り続ける場合もあるっていうことくらいは理解しておくとモヤモヤしないかもしれません。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。トトトトトラトラジロー、トトトトトラトラジロー、こんな感じに生きてゆくトラジロー運動。